け。ということで、じゃあ
思い出ファーストささやきバージョン、どうぞ。思い出ファーストとこんなところで喧嘩しない、思い出ファーストロマンティックな時間過ごしたいんだ、君とここにいる奇跡、思い出ファーストいつか振り向き最高の夏だったと。みんな寝ちゃった、みんな寝ちゃった、もうみんな寝ちゃった。あー、おやすみ、おやすみなさい。こういう、これでこういうことで、はい、ありがとうございました。もともと梅ちゃんと久保ちゃんが3期のまとめ役のイメージがあったのですが、この前の3期生会で梨々杏ちゃんもだいぶまとめ役な感じがしたので、3期生全員の総括的なのが知りたいですということです。面白い質問だね。面白いね。じゃあスケッチブックあるので、書いていこうよ。書く音も入れながら。そうだね。そう、真ん中にさ、ここ書いてスタートしてみる。あ、いいよ。図を書いています。わかる、これいっぱいあるんですけど、まあ線でつながってんのは楽屋で隣がよく多い人たちとかですね。で、丸で囲まれてんのは焼肉姉妹とかね、よく焼肉行ってる3人とかで、あと、まあ、年少組はもともと入った時レンカちゃん中1 で、自分が中2で、同い年が1人も2人ともいなかったので、そうよく一緒のことが多くてね。ミンティは、まあ、お姉さん組かな、言ってしまった。そう、お姉さん。そうそう。でもこれ見て思ったんだけどさ、うん、変わってなくない？変わってない。何も昔からこんな感じだね。だいたいハスキとヨダは結構ムードメーカーとか3期生をすごい和ませてくれるのは、特にその2人はすごい多いのかなっていう。それを久保山下が突っ込むって感じ。確かにツッコミは久保山下が多いかもしれない。で、綾は本当に昔からお母さんって感じ、みんなの拠り所って感じ。そう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 。で、玉はなんかみんなの末っ子って感じ。
します。遅くまで勉強お疲れ様。ゆっくり寝てね。あー、きっとこれ聞きながら寝てるんじゃないでしょうか。そうですね、ぜひ。もうこんだけ小声だともう眠いと思いますので、もう今頃寝ちゃってるから聞いてないかもしれない。うわ、なんか来た。行きます。あいしてれれ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 れ。休憩。絶対休憩。休憩。声出していいよ一旦。これ休憩だ。これが一番眠くなるんだけど。こんなことある？ASMR よって言ってさ、40分以上静かにやっててさ、一番声出すの、これが。一番音でかいのよ。でかいよ。エンディングの後に使ったのは。